種族は知性を持つ生物の種が複数存在するファンタジーの世界遺産における種の分類。神話や民話などの伝説、伝承上の生物に由来する種族、黎明期のファンタジー作品や、また、指輪物語等に登場する、中津国の種族に由来する種族等が、後年のファンタジー作品、特にテーブルトーク RPG やコンピューター RPG に登場する。 生物にとどまらず、ロボットアンドロイドやクローンなどによる作られた人造兵器といった類を種族とみなす世界観も存在する。多くの場合、知性を持ち社会を形成する生物を種族と呼び、野生動物の類が種族と呼ばれることは稀である。テーブルトーク RPG やコンピュータ RPG などのゲームを受ける種族はキャラクタークラスの一つとして扱われる場合と、 キャラクタークラスとは別の属性として扱われる場合がある。初めて市場で成功したテーブルトーク RPG のダンジョンズドラゴンズの初期のバージョンではキャラクタークラスとしてファイタークレリックシーフマジックユーザーエルフドワーフハーフリングの7種のキャラクタークラスが用意されていた。全4社は人間である。エルフはファイターの戦闘能力とマジックユーザーの呪文を どちらも備えるが、やや生命力が弱く、成長が非常に遅い。ドワーフはファイターより、生命力が高いが、やはり成長が遅い。ハーフリングはファイターに比べると戦闘能力は劣るが、元来のタフさと体の小ささを活かした、様々な行動が可能である。D&D は、ヒロイックファンタジー等の作品が舞台とする世界を、ベースに制作されており、種族名は、 指輪物語等に登場する種族から取ったもの、ただし扱いや描写は異なる、が使われている。D&D をコンピュータ上で再現するという、コンセプトで制作されたコンピュータ RPG の元祖の、一つ、ウィザードリーは、種族とキャラクタークラスを完全に分離させている。種族の違いは主に身体的、精神的能力に反映され、概ね、D、D&D の傾向を引き継ぐ。 人間は全体的に平均的な能力を持ったり、エルフは肉体的に巨弱であるといったものも特徴的である。決して素早くはないドワーフを相手シーフにするようなこともプレイヤーが望めば可能である。種族の違いは能力の違いだけではなく文化的な背景にも及ぶ。例を挙げればドワーフは凝り性で主語であるといった文化的背景が用いられることもある。 テーブルトーク RPG では、このような背景をもとにキャラクターを演じることもある上、人間を中心に描かれる小説や、ゲームなどに登場するアニメのキャラは、特にこういったステレオタイプで描かれることもある。例えば各種族で、キャラの設定作りが行われることがある。ありがとうございます。